シーカのおかげでなんとかなりそうだ。そうですね。あれ、ディレクターから電話だ。はい、もしもし。あ、もしもし、お疲れちゃー。例の案件、なんか進捗いいらしいじゃない。おかげさまでなんとかなりそうです。お客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 、ところでさ、あの映像のあそこにさ、あれをさ、あれしていないのよね。あの、あそこってどこでしょうか。あそこだよ、あそこ、ほら、あれのあそこにあれをあれして、あそこもなんかあれしてあれしてバーンみたいな感じのやつね。わかる、ね、いや、あの実際の画面とかないとわからないかと。どうしたら、ここ、あ、ここここここ、こどうしたらいいんだ。こっちもちょ、右、そう、あ、そんな時はプレビューオンシーカープレビューオンシーカーとは、安全性や運用の快適さを追求したクラウドコンソールです。これがあれば、NLE オンシーカの編集画面やプレビュー画面を遠隔地から即時確認することができます。そんなプレビューオンシーカの特徴をご紹介してまいります。まずは、NDI 通信と VDI の低遅延技術による素早いレスポンスが挙げられます。また、他のシーカと同様、強固なセキュリティ環境下にあるため、安全にプレビューをしていただけます。さらに、複数人の編集画面を切り替えながらプレビューを行うことも可能です。その反対に、一人の編集画面を複数人でプレビューすることも可能となっております。また、NDI を使用し、プレビュー側の端末から編集側の端末を遠隔操作することも可能です。これらの機能によって、プレビューオンシーカでは、これまでリモート編集では難しかった実際の画面を見ながらの細やかな編集指示、編集内容の即時確認、完成素材の確認作業を実現しました。先ほどの映像のようなシチュエーションでも、一般的なノート PC からクラウド内で完結したセキュアなリアルタイムプレビュー視聴を行えるため、快適な編集確認指示が行えます。ここからはプレビューオンシーカーを実際の映像でご覧いただきます。それではプレビューオンシーカーのデモを行います。プレビューオンシーカーは、ご覧のような一般的なノート PC やスマートフォンでもプレビューを行うことが可能です。まずサウンドとマイクをオンにします。次にプレビュー選択ソフトから見たい NLE オンシーカの名前をクリックします。これで相手の NLE オンシーカの編集出力画面を見ることができます。プレビュー画面は最大化することができますので、しっかりとプレビューすることができます。また、編集画面全体を見ることも可能です。編集側で許可を行う操作が必要となりますが、プレビューオンシーカから相手のクラウド端末内に入って操作することもできます。エデュースでもプレビューをしていきたいと思います。接続先の名前からチャンネルを選択します。Adobe Premiere Pro と同様に、エデュースの編集、出力画面を見ることができます。
またレディウスでも編集画面を見ることができます。こちらでも同じように編集側の画面をプレビューオンシーカから操作することも可能です。